太郎さんもう僕が言いたいこと全部書いてあるじゃないですか。<laughs> アンケートありがとうございます。僕がこの質問を出したのは、まさにこれを言いたくてあの質問したっていうね、はい。僕はもう情報商材完全バイブルという、ね、本出してますけども、まあコンテンツビジネスですね。情報ビジネスっていうのをやれと。うん、まあここで書いてあるとおり、まあ、僕たちは iPhone 作れませんからね。iPhone 作れます、一人で。 一人で。一 <laughs> 人で iPhone 作るのむずいですよ。てか、僕は無理ではないけど、僕は無理だと思います。一人でね。不可能ではないかもしれないですけど、そこに挑戦するのは無謀かなと思いますね。一人で iPhone 作るみたいな。で、それ何人に売るのみたいな。どうやって売っていくのみたいなね。売れなかったらどうすんのみたいな話で。だからこれからは自分の知識、経験、体験とかを情報っていう形にして、 お金にすることはできますので、うん、例えばね、YouTuber がこんなとこ行ってきましたっていうね。まあそ、まあ、それはまあ、ちょっとある程度ね、まあ、有名になってないと難しいかもしれないですけど、でもそれで、まあ、お金になってるわけじゃないですか。め、こんなの飯食いましたとかね。もうそれだけじゃないですか。やってること。ね。まあ、もちろんそこまでの、そこまで行くプロセスは違う部分はもちろんありますけども、実際それがお金になってるわけですよね。 うんこんなの買いましたみたいなね買い買っただけやんみたいなねねお前の買ったものがお金になるみたいなねまたうーんだからまあ本当情報ビジネスコンテンツビジネスをしっかり理解してこれをやればもうあらりはほとんど100%ですしまあ稼げないってことがまずありえないですねうーん で、リスクもほとんどないですよね。うん。で、ランニングコストも全然かかんないわけですから。そう。だから僕が、あの、推奨してるのは、一人で稼ぐっていうところを推奨してるんですけども、まず、その、ほとんど費用がかかんないところから、しっかりと利益率が高いビジネスでお金、まあ、コンテンツビジネス、情報ビジネスでお金を作ったら、今度そのお金を使ってお金を増やしていくっていうステージに行けばいいと思うんですね。 あの、BNF さんとかね、一人でね、こうクリックしてね。あの、200億とか作ってますからね。あの、J コモとかみたいなね。もう、あま、もうほとんど表にでね、動画とかないですけど、最近のやつは。うん、もう相当作ったと思いますけどね、資産も。なんか、秋葉原のやつももう、2、3年前に売り切ったし、あの人はすごく良かったですね。でも、従業員とか、なんか何百人とかいないけど、一人で多分、 作ったと思うんで。で、うん、ただその種、種戦どうするのかって話ですね、その運用資金を。まあ僕はまあそういうステージでこうやっていくといいんじゃないかな、一人でやっていくんだったら。うん、まあ、あの別に投資やんなくてもこれマスターすれば、まあこれだけでも別に飯食えますし。うん、ただ老後のことを考えると、うん、まあその運用っていうのは必要かなと思いますね。 うん、要は、ずっとそのビジネスが、70歳になってもね、ビジネスをこう、セールスしていくっていうのは、僕はきついと思ってるんで、まあ、やれる人はやれるかもしれないですけどね。うん。はい。まあ、ということで、まあ、プレゼントを見ていただいて、まあ、活用してください。はい。アンケートありがとうございました。